ゾーンに入っているかもしれません。小林がつく、パリのフレーブリー、あと3秒、決めた。なんとフレーブリー、こんなことができるのか。ほぼブザービーター。さあ、さあ、はい、なんですか今のシュートは。いやいや、よかったですね。オフィシャルタイムアウトの前にこう決めれたら良かったですよね。これは大きいシュートになりました、はい、うわ、かなり遠い。しかもバンクショットでほぼブザービーター。ただブレイクリーは3ポイント、まあ、まだ9ゲーム。ブレイクリー締めていく。バスケットボールカウント、はい、荒尾の気持ちに応えたブレイクリー。今のプレー、いやー、もう上手いですね。いや、最後押し切りました ね、 そうですね。桜井からルーレットから、おっと、このシュートブロック、ブレイクリーのシュートブロックがありました。うん、ここもよく読んでいました。最初にドブラスに行ったんですけれども、そうですね、まあ、これはナイスブロックですね、はい。そして関野ですが、しっかりついている。ファールはないが、シュートブロック、ブレイクリー。そしてここで関野のファール。ここもよく北海道つないでシュートまで、ね、持っていきましたけれども、このブロックは良かったですね、はい。さあ、10点差まで来ましたね、はい、ここは連続得点レイクス。あ、この2本連続はどう、はい、そしてここもブレイクリーが自ら行ったが、今もしっかりポジションも取っていました、ブレイクリーです。今度はレグサグ、ここもブレイクリーからロール、ワンハンドダンク。ここでオフィシャルタイムアウトに入りました。いい形でオフィシャルタイムに入ったのはレイクスターズです。いや、12点差まで詰めましたね。そうですね、もう本当にホッとしたところですね、はい、やはり今もかなりこのブレイクリーの突破というのを気にして、かなり北海道4人で前向いてましたよね、はい、でしたのでラワルが完全に空きました。滋賀にチャンスが生まれてバスケットカウント、バスケットカウント、23番ブレイクリー、ブレイクリーが決めています。今日になるか、勢いが出てくる中村、ブレイクリー通りました。これは決めてくる、これナイスプレーですね、はい、いいパスになりました。さあ、ここはブレイクリー、ブレイクリーが自ら行く、うわ強い、決めてきました。うわ強いですね、はい、ここができませんでしたが、さあ最後どうする、あ、決めてくる。そしてバスケットカウントになったのかどうか、バスケットカウントでしかもフリースローですよ、これ多分、はい、最後もまさにブザービーターというようなところに近かったんですが、ブレイクリーがシュートが決まって、その後ファールももらっていましたが、ウィリアムズ、あとここは取った、ブレイクリー、もう一度、うわーっと来ました、リュープ、ブレイクリーが決めました。流れをもう一度持ってこようというような執念を見せたブレイクリーです。ここはいい合わせになりました。そうですね、はい、ナイススティールですね、このスティールから、はい、ブレイクリーから しかも間髪入れずにね、はい、この2面は非常に良かったですね、はい、仮の運動から、あと中村がボールを取る、その後ブレイクリーダンク、まだまだ試合は終わらない、負けていないという滋賀が、ここはブレイクリーが魂のシュートを見せました。いや、これで7ポイント差、いや、はい、いいところ出てきましたね、いや、はい、このスチールから、はい、ターンオーバー、そして最後はブレイクリー、ブレイクリー、カリノ、カリノからブレイクリーというところですが、自ら行くのか、時間がなくなってきています。6秒、はい、1対1、さあ仕掛けるか、仕掛けていった、仕掛けていってファーストシュートが決まりました。これはうまい、いやー、さあブレイクリーにここはザックバランスキーついていきますが、
イエリツァのところをかわしてシュートを決めました。ブレイクリー、ここはチキンからいったダンク。ブレイクリーが盛り上げます。いいですね、はい、ミチから行くのか、ミチから行った、そしてファウルをもらってきました。バスケットカウント、突破力を見せましたブレイクリーです。1クォーターという中ではありますが、ここまでの、はい、バスケットランチャーブレイクリーがどうチーム体がおっと横った、そしてここは、はい、攻めたいブレイクリーだ。ここはチームタンクにいった、いいですね。ここがブレイクリー起用、もう後がありますブレイクリーとパーカー、パーカーの激しいディフェンス、もう左手でしたね、はい、今まず決めてきました。苦しい展開は変わってはいないんですが、ブレイクリーあった、新しい形が見えました。ブレイクリーです、富樫も来る、ブレイクリーが打つか、ミスから切れ込んでいった、ハンドバック、効果も簡単には終わりません。西地攻防一度振り上げる、もう千葉タイムアウト、はい、いやここは福岡、この福岡が一気に来たその要因は井口さんどこにありますか。そうですね、昨日今日通じてこのシリーズの中で今一番今福岡ランク流れ来てるかもしれないですね、はい、これアリウープのシーン、その中心はもちろんこれ個人ファウル4つのブレイクブレイクリー腹がついています。また自ら一人で行くのか、うまい、強さがあります。ブレイクリーが少し何かバターが決めました。これで5対7、また川崎がリード。おーそうですね、今のこういったプレーが新しい福岡の速攻、ブレイクリー、もう一度ブレイクリー、スリーポイント狙ってきた、決まったこの楊選手とブレイクリー選手の早い早い、決めた、全部中からブレイクリー決めた、まるで空中を歩いているよ。さあこういう状況です。ブレイクリー中からドライブして、あー決まりました。外ドライブ、外ブレイクリー決まった、フォアドロップ決まった。目の前に4番の青木がついていましたが、はい、かなりタイトに今青木選手打つ、自分で来た、決まった、素晴らしいですね。追いつきました福岡、追いつきました。もう一人でしたね最後は。そうですね、しかも一旦空中で静止をしたかのようなこの最後のシュートシーン。ブレイクリーがボールを呼んでいる、このブレイクリー中切れ込んでどうだ、決まった、追いついた効果、追いついた、ブレイクリーの日ですね今日は。そうですね、この場面ブレイクリーは自らボールを要求しました。37点、
ステップレフェリー自ら打っていく、決まった、スリーポイント、スリーポイントも、そして石谷がボールを持ち込む、一旦ブレイクリーに戻します。ブレイクリーが自ら行く。いやもう昨日からあのね、スルスルスルッと入っていきますよね。ブレイクリーサイドから決めていきます。もう1本目は外しています。またしてもブレイクリー、バスケットはバスケットは認められません。篠山のファウルです。小林ブレイクリーに戻す。ブレイクリー自ら行った。まだやっぱり川崎は止められませんかね、はい、日本人選手がマッチアップしていると自信持って、はい、さあ後半ショータの攻撃、オフェンスセーブで始まっています。ブレイクリースリーポイントいいですね、早速、はい、今日2本、さあ早い攻撃になった。ブレイクリーファウルがあります。ああいうプレーでファウルを誘うというのもこのブレイクリーの特徴の一つですね。ここ最後フィニッシュのこのシュートまでいけるというところですね。そうですね、ここが素晴らしいですよね。はい、あのゲーム前にちょっとブレイクリー選手のことを調べてみたんですけれども、アメリカはバーモント大学で、はい、バスケットしておりまして、で NCAA の、 あのダンクコンテストで優勝している経験があると、はい、いうことのようです ね、 ですね。先ほど映像を見ましたが、すごいです、すごかったですね。すごかったですね、はいはい、まあ、ですからアメリカ大学時代はその大学界でもトップクラスの選手だったということです。さあフリースロー1本目決めています。2本目もしっかりと決めました。さあなるほど、ディフェンスが来ればアシストするという、はい、はい、あの状況判断がものすごくあのかけてると思います。そうなんですね、要点よく、ボールは福岡ボールです。ブレイクリースリーポイント。さあこのクォーターに入って2本目のスリーポイントになりました。山下ブレイクリー、エドワスがマッチアップ、そしてここはブレイクリーが決めます。まあエドワスがついてもなかフィーカスのところで山下のスティーブだ。さあ2対1決まった。バスケットカウント、ブレイクリーが行きました。そして今のは山下ナイスパスカットでした。その前もスティールですね、ここの、あそうですね、スティールですね、はいはい、そしてブレイクリーが強さを見せました。いやこれ大きなプレーになりそうです、なんか野生児見てますよね、はい、あここはボールを奪った福岡。さあ3対2、小林からブレイクリー素晴らしいディフェンスですね。山下のディフェンスもすごいですね今日ですね。決まらない、リバウンドブレイクリー。さあ69対69の同点で決まった。スリーポイントが決まりましたブレイクリー。そしてまたブレイクリーに入ります。吉井がつきましたがファウルなし。オフェンスリーゴー、いきなり決めていきましたマーカス・ブレイクリーです。1本目打っていますが外、そしてアタックしてくるがハレルソン、これも決めていきましたブレイクリーです。うまいですね。1クォーターの入りというのは
ありましたが、ここも奪った福岡。ブレイクリー一人で行く。またまたブレイクリー突き放します。福岡、大阪、大阪建設ヘッドコーチタイムアウト要求です。山崎さん、攻撃としては4分あたりまで両者ともに入っていたんですけれども、少し流れが福岡に行きました。そうですね、あの出だしのところから、福岡の方があの、まあ、チームの意図としてボールです、ね、ここでボールを運ばれた後止まらない間にシュートに来るんですね。またブレイクリーですね、はい、まずボールを止めることが大事だと思います。どんどんリングにアタックして突っ込んでいきます。パスが回ってくるか、吉井が自ら行く。かなりこれは囲まれた。ブレイクリーが奪って、残しました。まだある。右サイド情報、手を挙げている。スリーポイント決めてきますね。はい、超偉いんでね、今チャンスだと思いますね、はい、しっかりと抑えて終わりたいですね、はい、しかしまたこの得意なスリーポイントがあるが、中に侵入していって、んブレイクリー最後も決めて、第1クォーターブザー、はい、情報選手が大事な時にしっかりと落ち着いて、ああいうゲームの締め方、プレーの締め方がしますよね。さすがですね。こぼれている間に福岡どんどんと得点の差をつけていく。ここはファールはディフェンスファール、バケスケットカウントです。またブレイクリーアタックしていきましたが、かわしていって中、皆様しばらくお待ちください。2人がかりで行ったんですけれども、また18点差になっています。2本目もしっかりと決めていきました。ブレイクリーです。本当に何でもできますね、このブレイクリーという選手は。ポストからのショットはショート。ブレイクリー急ぐ、自ら行った。ブレイクリー、やはりチームの流れを変えるのはこの男か。ブレイクリー狙っている。ブレイクリー奪った。独走だ。イージーバスケット、川のダンク。なかなかやられたままで終わらないですね。そうです、来た時、まあ、ここまで頑張るのはちょっと我慢しないといけないという状況ですね。またまたブレイクリーです。ブレイクリー選手は最初から変わらないですね。スリーポイント、はい、やっぱりそのフロアバランスの取り方っていうのが大事なんじゃないかなと。ここは中に行きましたけどね、吉井が。さあ、マーカス・ブレイクリー持ち込んで、リバウンドも自ら取って、決めてくる。福岡、7、持ち込んで、ここから、ブレイクリー、ダンクシュートを決めてきました。パスを回す。動きから誰が行く、須田が行って、これは見事なカット。そうですね、うん、いいディフェンス。2本目です。トマン自ら打ってくるが、これは落ちてリバウンド、これを決めてくる。ブレイクリーねじ込みました。はい、まあ、ここですね、つなぎたいですよね、はいはい、これ以上点数を開きたくないですからね。ここはしっかり決めます。ここから持ち込んでいくブレイクリー、決めてきます。負担が大きいですよね。自ら切り込んでいって決めました、マーカス・ブレイクリー。まあ、こういう形でね、ここはブレイクリー出して、外に出して、山下から最後はそのまま乗って、ブレイクリー決めてきました。ここに出すか、そこのパスは通らず、どうなる。ブレイクリー持ってきてダンクシュート。さあ、ここで福岡勢い乗ってくるか。奪われそうになりましたが、なんとかこらえた。そしてバスケットカウント、今日
2本目のシュートが決まりました。マーカス・ブレイクリー、これですよね、はい、もうあんまり細かいこと考えず、そうですね、リンクに向かってってことですね、はい、さあブレイクリー、ブレイクリー、ブレイクリー、これは決まった。今日積極的に勝負を仕掛けますブレイクリーです。立っています大塚のスリー、落ちる。さあそして走りたいですね、ライジングは。ブレイクリーダンク、真正面からブレイクリー。今日はリングに向かっていく、詰められないですね。そうですね、激しくいけませんからね。さあブレイクリーダンクが決まりました。そしてここでブレイクリーワンハンドバンク。いや序盤からカードの福岡が得点機をしっかりものにしています。福岡ディフェンスしましたね、よく頑張りましたね、しっかりローテーションもできていましたので、いった。ブレイクリー躍動のワンハンドダンク、この姿勢でしょうね、やっぱりね、ブレイクリーね、何もさあブレイクリー自ら勝負に行く。ブレイクリー今も勝負に行きました。いいですね、津山、小林、高橋がつきますが、ブレイクリー、ブレイクリー、川内さん、今日は行ってますね、行ってますね、福岡も石谷、菰田、津山、そして今ブレイクリー、やっとダンク。いやブレイクリーが吠えました。何か迷いを吹き飛ばすかのように今ダンクを決めた後吠えました。ブレイクリーです。これは福岡痛い。まあブレイクリーもねギリギリのところで情報中に入って、ここは仕掛けるか、ただブレイクリーだ。ブレイクリー、ああここは左に決めていきました。ブレイクリーです。でただこれが落ちる。この辺りは福岡しぶとく守っています。ブレイクリー、ブレイクリー自ら行った、落ちる。ただもう一度拾った。いや今のはブレイクリーが一人頑張りましたね。ブレイクリーらしいオフェンスですよね、今のも力強さというかリバウンドを自ら取ってね、はい、はいはいはい、はい、非常にいいパスだと思います。ブレイクリー、あーただ今日はブレイクリーも仕掛けをまたきっちり見せています。動きいかがですかブレイクリー。止まっていますが、さあまだね第2クォーターでは得点がない福岡。ここはブレイクリー、この姿勢は第1クォーターから川内さん見せてますよね。ブレイクリー、ローソンのスクリーン、さあブレイクリー、ローソンのコンビネーション、見せたローソンダンク。今コンビネーションいかがでしょう。情報からブレイクリー、あブラウンにファールがあったと思います。このシーンです。ナイスパスですね。うん、バスケットカウントです。まあ、カウントいいですね。ブレイクリーのスリーも来ました。ちょっとこの辺りシュート。今あのスコアに関係ない展開になっていますが、決めるとね、はい、決めると本当に仲間として嬉しいわけなんですね。嬉しいですね、はい、しかもバスケットカウント、ここはちょっとさすがに今緊張ですかね、ファールがあったようです。ご覧いただきましょう。そうですね、近所にファールがありました。バスケットカウントです。そして近所、近所はローソンのカットにある。そしてブレイクリー、ここはローソン、山中のダンクを決めていきました。ローソンです。今度がしっかりフェイスガード。さあこのブレイクリーのアタック、ダンクシュート、わお。そしてバスケットカウントですね。いや突っ込んできました。飛びましたよ今の。あれは止められないですか。あそこまで行って飛んだらもうちょっと抑えるの難しいですね。
伸びましたね。いやこれにはちょっと場内もざわついてますね。はい、リプレイ映像がありましたので場内はこれをチャレンジしてほしいですね。そうですね、はい、この B リーグの舞台でチャンスがあれば、はい、あ、ここはしかし福岡ダンクシュート。これ若田祐介1本決めると本当止まらないですからね。もう気持ちの面でやはり中でしっかりと役割を果たすということ、外からのシュートを決めるということを徹底しますね。はい、畑野石谷から、さあどうするか、ブレイクリー、ブレイクリー自ら持ち込んでいく、うまくカバーしていきました。やはり羽根選手頑張ってるんです。シュートを持ち込んでくる、うん、しかしオフェンスリバウンド取ります。そしてブレイクリー、ここもリバウンド福岡が取る。そしてもう一度ブレイクリーダンクだ、ワンハンドダンク。ジェイコブセンとマムンガのマッチアップ、ここ弾いたか、自ら持ち込んでいって最後はジェイコブセンだ。このこぼれ球、そうですね、京都のオフェンスが続いています。ブレイクリー、ブレイクリー、これはうまくかわしていった、はい、スタンスが広いですね。点差を広げる形になりました。この立ち上がり情報、ブレイクリーが外から打ってきた、決めた。フリーにすると3ポイントシュート、長吉からここも伊藤、外に振った片岡、モリスに入れて、ここはターンオーバーになるが、ブレイクリー、ブレイクリーから外に振っていった、情報が決めてきました。点差はありますけどね、はい、やはりあのミスで相手に点につなげさせるというのはやっぱりそうなくされたんですね、ちょっと今日もこういったところで相手にスコアされる展開まで、あ、ここもターンオーバーだ、伊藤からのパスでした。そしてブレイクリー、ちょっと手につかないが、いった、決めてきた、最後は青木が決めてきました。ここで京都がタイムアウトです。やはり流れが悪くなったところ、たまらず浜口とタイムアウトを取りました。ちょっと本当に京都こういった、まあ不用意と言いましょうか、パスの段階でね、つなぐ段階で取られますよね。16点差、外に振った津山、津山がずらして外に振った、加納のシュートだー、追ったか、リバウンド、さあブレイクリー、もう一度行った、いやーリバウンド、最初のリバウンドが取れないですね、落ちる、さあ残り1分20秒、ブレイクリー、ブレイクリー、同点に追いつきました福岡。ここでハンナリーズタイムアウト。いやー山崎さん、とうとう福岡追いつきました、はい、そうですね、まあ、お互いミス、まあ、確かにターンオーバーがありましたが京都はこの直前にね、まあそうですね、はい、やっぱりきっかけをどっちがということになってくると、はい、やはり京都の方が相手にきっかけを渡してしまって、熊谷ブレイクリー、今日の試合を何か示唆するように、そうなんですよ、滋賀、滋賀レイクサーズ打ちました、カルビ、そうなんですね、はい、やはりガニガワシでここは潰し合いになりそうですね。そうですね、昨日2本やられてますので、はい、ここは熊がと今度やボーダー、あっとインターセプション、ダンクに行きます、あ軽く行きましたね、ただ二宮についています。左ドリブル今日やってますね、はい、スクリーンプレー、うわ藤坂ナイスディフェンス、そこをかいくぐった、ブレイクリー左ドリブル、ウェーパース、アリウープが出ました。向こうが構成をつかむ、はい、いろいろね、大阪も黙っちゃいないでしょうし、はい、このアリウープです、はい、